演する前に他の子たちも一緒なんだけど、すいません、治療だと思って聞いてください、はい、しつけの基本、はい、しつけの基本って2つあるんですよ、はい、手で食べさせる、はい、あの主食のフードをね、はい、で手で食べたら言葉で褒めて触ってあげる、はい、これがしつけの基本です、はい、でこれができる子は、はい、名前を呼んで、はい、アイコンタクト、はい、目と目を合わせてほしいんですよ、あ、はい、で目と目があった瞬間に手を食べさせてほしい、はい、これって50の2分の1です、はい、うん、だから、まあ、手に乗せといて、はい、ニコライって言って目と目があった瞬間に食べさせて褒める、はい、次おいで短い距離でおいでって来てくれたら、おいでかだ、食べ物を見せてですよ、はい、うん、でおいでって来てくれたら食べさせて褒めてあげる、はい、おいで、要は人間がしてほしいことをしてくれたらご褒美あげて褒める、はい、これが強化になるわけですね。犬と一緒ですよね、基本。そう、犬も一緒これ犬もそうだし、はい、極端なことは猫もそうだし、はい、うち亀も来るからパンダもそうだし、はい、鳥もそうです。で3番目、これが最後ですけど、クレードトレーニング、これができるとね、包丁してます、鳥してます、してるんですけども、ずっとくっつきてるだけなんですよ飛ばないんですよ、飛ばない、でも羽切ってないのに、切ってないのにずっとくっついて離れないんですよ、で触って触ってばっかりで、本当じゃあ、じゃあもうそういう子は自分を鳥だと思ってないと思うんですだと思います。で私の後ついてくるので、でもそういう気怖いよね、気をつけてないと踏んじゃったりすることあるからさ、そうなんですよね、まあ一応ね、これちょっと聞いて、クレートトレーニングっていうのはハウスって言ってハウスができるようにする、はい、でハウスができたらご褒美あげて褒めるってことなんですけど、はい、まあこれ鳥じゃないけど、おいでって来たらご褒美あげて褒めますよね、はい、でこれが鳥かごだとします。そうそう、この子が見てる前でちっちゃな器に食べ物を入れて、はい、この子が分かるようにしてハウスの入り口の近くに入れておく、はい、でここで 2,3 秒待たせてハウスって言って扉開ける、犬もそうです、はい、そこでどっか行ったらダメだけど、そこで入って食べてくれたら強化する、そういうご褒美あげて褒める、それが第一歩で、それができたら今度は食器の位置を入り口じゃなくて真ん中辺、うん、ここの辺に置いて数秒待たしてハウス、帰って食べてくれたらご褒美あげて褒める、で最終的にはこれご褒美なしでおいでって来てご褒美あげて、はい、でここで待たせると、で待たしてハウスって言って扉開けて入ったらご褒美あげて褒める、とにかくこれ 100% できるようになったら、このご褒美をね、一番のご褒美を2回に1回にして、はい、褒めるは毎回、はい、なんでこんなこと言うかっていうとですね、薬飲ませてほしいから、はい、いきなり飲ませるとストレスじゃないですか、そうなん、逃げるようになりますからね、そういうこと、だからおいでっつってご褒美あげて褒める、はい、ここで治療してほしい、薬飲ませてほしい、はい、で薬が終わったらご褒美あげて褒めてほしいんです、はい、前後のフォローをしてあげると治療のストレスが和らぐんで、それでちょっとこの話をさせてもらいました、はい、でこれはそう、ワンちゃんも食事は最高のトレーニングチャンスだから、ぜひとも手で食べさせたりね、クレアトレーニングしたりね、はい、た方がいいかなと思うんだ。前、最初の1年ぐらいが過発情の時期があって、で薬を飲ませた、ずっと薬を飲ませた時期があったので、それなんで発情を抑えたの、発情を抑えたりとか、うん、でその時にやっぱり体調が崩した時期もあったので、うん、でもさ、発情を無理に抑えるのはさ、うん、要はホルモン剤でしょ、うん、だから体調を崩す可能性があるから、あんまりやらん方がいいと思いますよ。そうで、まあ、ちょっと病院の先生が、うん、まあ、トヨタの方の病院の先生だったので、はい、うん、でちょっともう、まあ、お子さん生まれて診療時間が短くなっちゃって、ちょっとそれにコロナも入ってちょっと、あ、なん、うん、そうなんです、小鳥の専門の先生、あ、そうです、水谷だったっけ、違うの、ちょっと名前は私も知らないけど、はい、小鳥の専門の先生が見えの先生で、修行してた人がトヨタの方で結婚して、そうです、うん、あ、そうなんですね、やってる先生がいたので行ってたんですけど、ね、了解です、はい、どうか上の山、はい、わかりました。そしたらですね、ちょっと今からお薬を飲ませますけど、はい、実演しますね、はい、はい、じゃあ一回と。